皆さん、どうもどうもよろしくお願いします。ドラゴン TK です。ではね、今日もね、ファイナルファンタジー12、ザゾディアクエイジの方やっていきましょう。ね、もう、おい。それね、一応ね、裏でやっといて、キクレンとかね、召喚獣、ゼムロスとか、ゼロムスか、ゼムロスって。まあ、ここは前に撮ってましたね。あ、こいつね、アザラメレクね。とかね、あと、どこやったかなぁ。バッシュはまだ何もな、もう撮ってないですよ。そこら辺はね。あ、こいつっすね、アーシェ。なんかね、X ですね、いまいちいいのなかったんで、アーシェのね、HP マックス500にしときました。バルフレアの方でもね、やったんですけど、力アップのやつね、どこやったかなあ、ここね、ここに出てたんですけど、なんかね、いまいち、響かんかったから、まあ、アーシェにしときました、そこはね。ではまあ、今回もやっていきましょう。よし。なかなか、召喚獣もね、普通に倒せるようになってきて、だいぶ、ストレスフリーなね、ファイナルファンタジー10に満喫してますよ。好きなんでね、やっぱこういうの。ではまあ行きましょうかね。なのでね、まあこの中はカットしましょう。ほらな、もう行くわ。もうさすがに、お、来ましたね、イベントが。うわ、綺麗やけど、なんかものすごいミスト濃そう。体に悪そう。あの中、この中ね、クリスタルグランディになりますね。私たち、来てはいけない場所に来ちゃった気がする。うん。面白いよな。え？不安はないのか？このまま進めば。浜崎を想像した存在と出くわすかもしれん。少しは不安だけどさ、どんなやつか楽しみだよ。君は良い空賊になるだろうな。せやな、いい空賊になるやろな、お前な。何でもポジティブシンキングに変えていくね。俺と一緒っすね。うん。では先進めていきましょう。まあ、4倍ですけどね、これ。4倍ですけどね、なんかちょっとやりにくいけど、こういうトレジャーとかね。スリープが、あ、ここにありましたね。ありがたい。でもあんまりスリープが使わないんですよね、あれ。悪いけど。やっぱね、使いやすいね、魔法とね、使いにくい魔法ってやるんですよね、俺の中で。ああいう状態魔法系のね、魔法は使わないですね。こういうブレイブとかやったらまだ使いやすいんですよ、俺の中で。はっきり言ってさ。さて、行きましょう。え？うわぁ。中ボスか？おい、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 大丈夫？これ、やられたら下に落ちていくパターンちゃう？ちょっと待て。2倍にするわ。ちょっとな、4倍やとちょっと見にくいよなって感じ。音声よ、日本語ですよ。はい。2周目とかやるときは英語でやるかなと思って。いいね。いい感じやね。まあ、こいつはもう貫通グラビカですけど、まあ、ミスがなく使っていきましょう。
無理か。白く世界。無理か。無理か。嘘ー。嘘ー。3で終わった。3ヘッツで。ちょっとなんかブルーな気持ちになるわ。今まで最低やわ、ほんま。今までやってきた中で最低のキックを出してしまった。やばい、やってもうた。終わった。いいね。よっしゃ、落ちていったんちゃうか。やっぱりな、そんな気した。うん、そんな気したよ。本当に。で、ここに出てくると。ね。まあ、今回はね、この中行って。ありがとうございます。もろたね、ほんまに。ほんまにな。この、コングラチュレーション。素晴らしいね。自分で言うのもないけど。ほんとにね。わかったから。早く切れてくれ。早く切れてくれ。長いのよな。今回のコングラチュレーションズ。前もそうやったかな。そこまで長い記憶はないんやけど。まあいや、行こうか。ちょっと待った。フラン、ハイポーション、え？ハイポーションいや、待て。あー、やっとったよ、これ。やっとったわ、これ。あ、ちょっとごめん。キャルラーやねんな、これな。なんでこうなったかって言いますとね、裏でね、召喚獣と戦うときにね、アイテムしか使えないっていうね、そういうことがあったんで、ハイポーションになってたんですよ。まだ残ってましたね、一つだけ。他はね、もうエクスポーションとかも、99個買ったんやけど、もう全部なくなったし。さすがに。よし、じゃあまあ、行きましょう。ね。何の召喚獣やってるかちょっと忘れたけど、ザルエラちゃん、ザルではないわ。ね。どれでしたっけな、ほんま。ちょい、バノヤク。ありがたいね。うわ、こういうのありか。当たりか。お、雲の杖。いいね。おー、来ましたよ。うわー、めっちゃ下に転移したわ。お？来ましたね。来ましたね、ここに。いやー、これ、ガンってなってこうへん。ブチーってなるわな。強そうなボスやで。大丈夫かなって、なんかアイテムあるわ。セットあるわ。リバースの魔変。リバースか。あ、あっちにもあるわ。あとでいいか、どんどん。何こっち、ヘボ。いや、このままでいけんじゃね。なあ。おお。うん。強くないな、全然。強そうに見えたのは、形だけか。手が高すぎだけか。強そうに見えたのは。こんな感じやね。おい、弱っ。ミストだけ使うわ。使うもんもなかったよ、今日も。弱すぎひんか、さすがに。これは何や？召喚ライセンス授かりましたねって話でしたね。よかった。てか、やった。え、なんなんこいつ。覚えてねえし、ここらへん。やばすぎやろ。誰？だから誰？え、だから誰？ちょっと待て。召喚ライセンス授かってるの嬉しいんだけど、誰？あ、趣味派さな。あ、おったな。そういや、密告者な。うん、わかった。よし、じゃあここも取っていきましょう。ヘイスが。ヘイスが。
ね、行きましょうね。よし、こっちやな。アトルっぽいな。おお。おお、あれか。ああ、ブレイブやらんでいいね。ブレイブやらんでいいねやな。まあまあ、ありがたいけどな。何もないね。じゃあ行きましょうもん。この先やね。転職の転、ここにあるは、不滅なる者の円卓へ至る唯一の道。選ばれし者を導く道なり。ということは、溢れたら行けるやないの。なんか、召喚せなあかんのかな、思ったら一瞬。まあ、それはないかなと思ったけどね、さすがに。来たねー。お？なんや、ここは。おー、審判を下す地、みたいな感じやね。ここ。え、あんな上にあったん？みんな。恐れるな、ダルマスカの王女よ。誰？我らオキュリアはそなたのみを選んだ。オキュリア。ん？ん？何やろ、俺。おー。すげえ。来たよ、ベーネス。アーシェバナルガンダルマスカ。力を求めるそなたの心。我らが聖なる力へ導く。絶海の塔に眠る、天陽の舞を求めよ。それはすべての浜石の母、力の源。そこか。覇王の遺産など、眉から切り取られた欠片にすぎず。あれほどの力が。王子、我はワイバリスを救うべく、レイスウォールを選んで剣を授けた。王は剣で眉を刻む。三つの浜石を得て覇王となった。その血を継ぐ者よ。クソと同じ道を歩め。覇王の剣は、そのために。レイス・ウォールとの古き契約は、とうに力を失った。そなたとは新しき契約を結ぼう。我らオキュリアの代行者たる証に、新たな契約の剣を授ける。天陽の舞を切り取って、浜石を掴むな。覇王と同じ力を手にし、ベーネスを撃て。ベーネス、あなた方と同じオキュリアですか？感謝だ。感謝だ。うわぁ、怒ってるめっちゃ怖い。うわ、みんな出てきた。浜石は、我らに選ばれし者のみが手にすべき力。だが、ベーネスは人間に浜石の秘密を教え、まがいものを作らせている。偽りの浜石を掲げる者ども、許してはならん。我らが授ける真の浜石をもって、滅亡の罰。滅亡。ラスラー来たー。帝国を滅ぼせと。そんな帝国と一緒やんがやってること。人の子は常に歴史を狂わせる。短すぎる生に焦り、くだらぬ欲望に駆られ、過ちを重ねつつ、褒美へと下走るばかり。我ら不滅のオキュリアが、無知なる人の子を導き、時には罰を下してこなければ、イバリスは遠に滅びていた。我ら不滅なる者には、正しき歴史を定める義務がある。我らに
選ばれし者には正しき歴史に逆らう者に罰を下す義務がある。王女よ、そなたは選ばれたのだ。国を奪った者どもに復讐を遂げ、救国の聖女となる。それまた思いで、よりで選ばれし者の義務を果たせ。うん、やっぱな、重かったな。アーシェ、なんなんだよ、キュウリアって。わけわかんない命令ばっかでさ。言われた通り復讐するの？え？我々にも声だけは届いておりました。彼らは神にも等しい存在かもしれませんが、殿下、私は反対です。俺も反対。帝国といえど、滅ぼすなど。いい人もおんねんから。ドクターシドはどうなったんでしょう。ここに来るって言ってたのに。確かに遅すぎるな。ああ、気づくのが遅すぎた。奴は来ない。俺たちは引っかかったんだ。ドラクロワを思い出せ。アーシェに石を手に入れさせたい。そんな口ぶりだったろ。だから浜関を見せびらかし、ギルベガンの話で俺たちを呼び寄せて、アーシェとオキュリアが会うように仕向けた。でも、私たちが浜関を手に入れたら、帝国の邪魔になりますよね。浜関同士がぶつかるのを見たいんじゃないのか。あいつの考えそうなことだ。考えそうなことか。天陽の眉を探すわ。うん、探そう。歴史の人間が気づくもの、あいつの持論だった。オキュリアの意志で動く歴史なんてあいつには我慢できないはずだ。あいつずっとベーネスと話してたんだな。おかしくなったんじゃなかったんだ。バルフリアも真意を知ったね。父親の契約の剣を手に入れたね。これ手に入れたらね、結構ね。アーシェ王女と和解し、ダルマスカの独立を認めるべきです。対戦を防ぐにはそれしか。必要な戦いだ。そもそも彼女の方こそ心から戦いを望んでいる。我が国への復讐をな。僕は違うと思います。アーシェさんはそんな人じゃない。幼いな。幼くない。どうして決めつけるんですか。ならばガブラス、ケイが見極めろ。アーシェ王女が求めるものが平和か、あるいは闘争か、その目で確かめてこい。我が国への復讐を望むなら切る。それでよろしゅうございますか。僕はあの人を信じてる。それにガブラス、ケイの目も。ケイにかけたい。ケイを信じる。よい。アーサーはね、戦い謎番からね。ベインはね、うん。あんたの弟とは思えん甘さだ。甘さか。ラーサーはあれでよい。ん？どうしたベネス？おお、餌にかかったか。早いな。王女がオキュリアから剣を授かった。不滅の神々が導きたもう正しき歴史を守る聖女。その手には新たな浜関か。ふん、オキュリアの石などバカ力だけでろくに制御できん出来損ないだ。所詮実験材料に過ぎん。あれのために国二つ攻めたのだぞ。ああ、犠牲には感謝しとるよ。
おかげで人造浜石が完成した。優秀で確実な兵器だなあ、ブレーネス。わしはなかなかの弟子だろう。現れたよ、ブレーネス。私は助言を与えたに過ぎない。あれを完成させたのは君たち人間の力だ。素晴らしいものだ。わずか6年で。人間の情熱は想像も不可能を超えて進む。人生は短いんでな。短いって。あんたら不滅の存在と違ってもたもたできんのよ。いいとしても納得させても、踏み潰してでも進まなければ何も成し遂げられなかった。あんたの仕事はこれからだ。神を気取るオキュリアの意志を超えて歴史を人間の手に取り戻せ。そうさ、ギルベガナにこもって不滅の時に停滞するゲルン王には歴史を導く資格などない。メイ、君のために祈る。高みへとたどり着けるように。まあ異端者ね、ほんまな。たどり着くさ。でもってね、この私にふさわしい場所へな。うん、でもってね、話はね、やめてほしいね、本当にね、思うわ。で、また続くんか。天陽の眉は絶海の塔に眠るというが、心当たりは。レダスに聞いてみようよ。あいつ、他の線とかなんとか言ってたぞ。奴に借りを作るのはどうもな。どうもな。何こだわってんだ。風俗同士仲良くしろよ。お説教とは偉くなったもんだな。え？あ、終わったし。え？どっから帰れる？ああ、何もできんと。じゃあ今回はここで終わろうかな。いや、なんかあったら嫌やからちょっと思う。あの、終わるというか、あそこまでね、あそこというか、その、出たところまでやりましょうかね。うん。何かあったら嫌やし、ほんまに。たまにそういうことあるからさ。あの、セーブクリスタルのさ、テレポストーン使えるやつないからさ。わざわざもう、塔で戻ってきたわ、ほんま。で、ちょっと待って、何かあったっけ？やっぱね、出てますよね。これね、契約の件ね、やった後はね、また出てくるんでね。でね、今回ね、レダスに話しかけて終わるんですけど、レダスがおるのは、この奥深くになりますね。バーフォンハイムの。うん。バンホーエンハイムの。言ったらあかんけど。剥がれんかよっていう話だけどね。俺好きなんすよね、エルとアルの父親。まあ、ここら辺じゃなかったかな。待って、売られるぞ。まあ、レダス手入ってね、終わりましょう。今回ちょっと長くなりますけど、ご了承ください。そこはね。うん。ああ、漁船でも何でも構わんから反戦を出せ。グロセアエンジンは使い物にならん。止まった船は捨ててこい。乗組員が助かればいい。乗組員が助かればいい。何かあったのかな。リドルアナ大爆風の付近で水上船団が遭難した。何の前触れもなく全機関停止。どうやら原因は強烈なミストの干渉だ。あの海域は役土だが、飛空艇どころか水上船まで行かれるとはな。ギルベガンでの話を聞こうか。その顔だと当てが外れたようだが、やはりシドの言葉は嘘か。ええ、けれど真実も知りました。それに彼が何を目指しているかも。まあ知りましたね。カクカクしかじかでこういうことがありましたっていうね。真珠の浜石が切れ端に過ぎんだと。不滅のオキュリアだか知らんが厄介なものを。けれど覇王の剣で天陽の眉を砕けば
もう新しい石は出てこないわ。眉が全ての浜関の力の源だというなら、壊せば黄昏の破片も無力になるかもしれない。人造浜関には効果がないでしょうけれど。もう一つ道がある。契約の件で新しい石を切り出して、黄昏の破片や人造浜関に対抗さ。また石を使おうってやつがいたら、俺が許さんよ。許さんか。捨てるに限る。どっちにしろ、まず天陽の前を見つけろってことだろ。場所は絶海の塔。だったよな。なんか知らないか、レダス。坊主、いい質問だ。ドラクロワで見つけたシドの研究資料に、それらしい記述があった。ナルドア海、リドルアナ大幕府、そして大灯台、その調査のために船団を送ったが、遭難した。遭難した。話が繋がったようだな。そうやな。ナルドア海の大灯台こそ絶海の塔。船の機関を狂わせた強力なミストは、天陽の舞の存在を示す、何よりの証拠だ。そいつは結構だが、どうやって行く？あの海域はヤクトだ。お前の船に組み込んでみろ。ヤクト対応型の飛空石らしい。おお、マジ？これもドラクロワでの戦利品かい。自分で使ったらどうだ。俺の船はビエルバ製でな、規格が合わん。規格が合わんのか。シュトラールに会えばヤクトを飛べるはずだ。まあ、会ってしまうんですよね。アーシア王女、俺も同行させてもらう。構わんな。はい。ただ、一つ教えてください。あなたはなぜそこまで？シトナブディス。故郷ですか？そうですよ。まあ、忘れられん場所ではあるな。レダスがゲストに加わりましたね。じゃあ今回これで終わりましょうかね。お、あ、ええ、お、あ。ああ、あんたたちか。えらいことになっちまったぜ。大統領が調査に行った仲間が遭難しちまってよ。でもちょうど、漁船団が寄港したところでよかったっす。そのまま救出に向かってもらったっす。リトラの底なし時と大統領、バーフォンハイムの人間は誰も近づかない場所よ。子供の頃から言い聞かされているの。だから調査に反対する者も多かったんだよ。でもレブダス様はこの町の出身じゃないから、そういった驚きってのがなかったんだろうね。で、今度お前さんたちが大統領に向かうのか。あそこはヤクトだ。陸を出ちゃいけないぜ。お待たせクポー。セタラールの修理が終わったクポー。1年前飛行艇ターミナルから乗れるクポー。うわ、ヤクト対応型の飛行席を持ってるクポー。なら早速セタラールに組み込むクポー。うん、組み込んどいてよ。ヤクトを飛べるようになった、うん、ありがとう。よかったっすね。新型飛行機があればヤクトへ向けそうっすね。じゃあ大統領の場所について説明するっす。大統領、つまり絶海の塔が立つリルアナ大幕府はこの町から南東のヤクトナルドアにあるっす。新型飛行艇があったとしても気をつけていくっすよ。まあ行きましょう。まあ今回これで終わりですけどね。でね、このレタスのね、ゲストキャラクターがね、入ってる時にね、ほとんどのね、モブハント、モブリスとか、やることを推奨しますよ。もうこれ終わったらやりますからね、俺も。なのでね、まあ今回これぐらいにして終わりましょう。それではご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひ、チャンネル登録、Twitter フォロー、お願いします。他にもゲームタイトル五巡縛り、ツイッターの方ではさまざまなことを企画の人たちでやっておりますので、フォローお願いします。あと、概要欄のところに、アーから O までのパートへの動画を集めた再生リストの URL とゲームタイトル五巡縛りの詳細を書いておりますので、ぜひそちらもご確認ください。では、サルバ。